今グングが鳴りました。天狗ですか、一回。すいません。なんか金本ってこんなんじゃないですか。あハスキーボイスでね。そうですね。はい。いきなり仕掛けましたね、ミスたちもね。そうですね。はい。お徳川のブルドッグヘッドロック。相手は今、旬な旬、まあ、旬な男。違う意味でね、旬。下取りらの構え。あ行きますよ、これ。行きますよ。序盤から行きますか。序盤からいきなり。下ドリラーちょっとエグいーゲーム上ね、痛そうですね。そうですね。このゲームだとちょっと、ほんと強烈な感じになっちゃうんですけどね。でもカウントは安定のワン。そうですね。サイド懲りずに行くけど、ワン。はい。ここまでですかね。そうですね。まあでも仕掛けてますよ。はい。あの、ミスターシモはですね、はい、今のね、金本浩二なんてもう怖くないって言ってますから。なるほど。ただの YouTuber だと。小銭稼ぎだと言ってますから。YouTuber ってことであれば、はい、ミスターシモとか先輩なんじゃないですか、はい、もしかするとそうかもしれないです。ね。はい。まあ私は、あの、お金ね、収入得てませんから。そうですね。ただのね。はい。道楽でやってます。ボランティアですよ、ボランティア。そんな怒りを込めてキック。わかんないですけど。はい。だから適当な方で言ってますけど。はい。よ、金本振って、カニバサミ。なんでこれやったんでしょうね。そうですね。本当はね、あの、コーナーに振りたかったんですけど。なるほど。間違えちゃったんじゃないですかね。もしかするとね。まあね。何が起きるかわかんないですから、プロレス。はい。で、まあ、金本をね、お、アピールしてますね、一丁前にね。そうですね。なんかやりますよ。なんか企んでます。なんか企んでます。お、顔面ウォッシュ、顔面ウォッシュ。はい、金本がね、得意な。そうですね。金本がっていうか、もともと大谷がね、よくやってた。まあね。お、キャッチしちゃいますね。これには怒ったんじゃないですか。そうですね。自分の技だぞと。本性出ますよ、これ、ね。すんごい、すんごい蹴ってます。すごい、ド S ですからね、この人。そうですね。ド S すぎて、はい、まあ、ちょっとあの、ああいうあれがね。やっちゃいましたからね。はいはい。キャラ設定じゃなかったんですね。キャラガチです。この人ガチです。はい。もう、もうぶん殴ってますからね。これもやりましたね。かかと落とし。かかと落としね。スコーンってやるんですよ。この人もね、もう鼻ありましたもんね。はい、僕ね、大好きでしたね。はい、私も当時見てましたよ、新日で、はい。我々ね、全日派なんですけど、はい。ね、金本好きですね。そうですね。ね、はい。タイガーマスクでもありましたもんね。そうですね。三代目。そう、あんまりね、あの。短かったですけどね、そうですね、タイガーマスクより。タイガーマスクってより、金本でしたね。そうですね。僕の中でも金本浩二のイメージの厚さですね、圧倒的に。でもうほんとバチバチやるっていう。そうですね、いいですよね。もうそのイメージそのまんまで作ってます。もしかするとちょっと違うかもしれない。で、あの、これね、今こういう、あれをやるんですよ。膝蹴りとかね、こうやって。なるほど。はい。いきますよ、これ。本家。本家って言っていいのか。まあまあまあ。まあまあ、はい。一心同体みたいなもんでしたからね。そうですね。もう仲良かったっすからね。はい。いきます。顔面運動。うわー、シャシャー。そのね、この飛び出しそうなね、勢いでね。これいいですよね。実際ほんの、そんな効かないと思うんですけど、はい、すごく痛そうに見えますね。盛り上がるんですよ、顔面越しって。ね、まあ、盛り上がる。はい。もう一回行くみたいです。あら今もう一丁ってやってましたからね。はい、まあね、これ何回やっても絵になりますよね。そうなんです。これね、やっぱもらう。おいおいおいっつって。で、もう一発ドーン。おい、いいんです、これ、ね。いいですね。いいです。盛り上がるんです。まあ、倒れましたよ、はい。たまらず場外へ見せた。ちょっとね、手こずってましたけど。ここはね、スケープ。なんとすかさずプランチャー。そうですね。すごい鉄の横あたりで当たりましたよ。そうですごい元気ですね。元気ですね。はい。年の割には。そうですね。今ね、50ぐらいなんですけど、あの、うん、このゲームに収録された時はもっと全然ね、全盛期の頃ですから。そうですね。はい。で、はい、あの、ベースは、あの、今の金本なんですけど、うんうんうん、まあ私やっぱり好きだから、あの、ちょっと当時のムーブも使います。そうですね。鋭いキック。はい。今ね、ほんとこんな感じです。蹴って蹴って蹴りまくるみたいな。まあね。はい。まあ、キックもよく使ってましたもんね。はい、もうほんと蹴って蹴って蹴りまくって、ちょっと嫁、あ、どうなんでもそうですね。何でもありますよ、ね。はい、何でもありません。まあ、危ない危ない危ない。はい、はい。お、まあね、そんな、ちょっと事件ありましたけど、はい、やっぱり、ファンとしては、頑張ってほしいわけですよ。そうですよね。これ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 、わあすり抜けたけど。重なっちゃった。フュージョンしちゃいました、ね、今、はい。これが、あの、今あんまやらないんですけど。そうですね、当時ね。当時これかっこよかったんですよ。よかったですよね。カウンターのフロントスープレックスね。このね、ムーブは良かったですよ、はい。そうなんです。今、永田さんとかもね、似たようなのやりますね。そうですよね。かっこよさが違います。うん、違います。これこれ、これもね。あ、これもやってましたね。タイガーマスク的なね。顔もね、かっこいいですもんね。そうなんです。男前なんです。はい、まあね、韓国人なんですけどね。逮捕の方だったことでびっくりしましたからね。日本中がね、びっくりしました。そうですね。えっつって。
金本浩二じゃなかったの。あんまり下手なこと言うとちょっとね。そうですね。バットマーク握られちゃうんで、この辺にしておきますけど。はい。まあね、足狙ってますね。そうですね。今の金本は、はい、まあこんなに足攻めはしないんですけど、まあ、決めはずアンクルホールドですね。私はね、タイガードライバーとかね、タイガースプレックスだ、ごめんなさい。そう、タイガースプレックスかムーンサルトとか。そうですね、そこの辺がね。はい、今はね、アンクルですね。ほとんどアンクルですね。そうなんですね。膝にね、良くないらしいですよ。そのムーンサルトだけじゃなくて、タイガースプレックスもやっぱね、膝に良くない。これね。独特だね。そうそう。で、まあ、こんなのもやってますよね。はいはい。あの後普通ムーンサルト行くんですけど。あれね、なんかね、独特でしたよね、ほんとに。聞くのかなっていうね。ほんとに。優しくそっと送る。そう。はい。アルコンアロー。これね、最近使います。らしいですね。はい。はい。なんですか、金本っぽく。出ちゃいました。まあ、金本っぽくていいんじゃないですか。まあ、そうですね。はい。うん、便利になります。まあね、この動画はですね、ミスター下がフルボッコンされてるのを楽しむっていう動画なんで。まあね、相手も相手ですね。金本のド S っぷりをね、楽しむ動画ですから。一緒にね、楽しんでいただけ、おこれは行きましたよ、ミスター下が。何ですか、これは。これはですね、逮捕された金本浩二に監獄型ですね。足よりもね、心に刺さってないですか。頭抱えてますからね。金本頭抱えちゃう。義務か義務か、ね、心をへし折りに行きました。そうですね。この辺は頭脳プレイじゃないですか。そうですね。頭脳プレイ。聞きましたよ、これ。はい。この監獄は聞いた。ここね、必殺技にした方がいいんじゃないですか。対戦相手にね、限られちゃう。そうですね。限られた相手にしか必殺技として機能しないんで。はい。はい、川里氏、成長2発。そうですね。そうですね。まあ、このゲーム前に行けないんでね。もうね。後ろに打つしかないんです。はい。まあ、私の、ちょっとね、うん、大人のテクニックです。おっと、これ人これは、ムーンサルト行くんじゃないですか。なるほど。アピールしてます。このアピール何なんだムーンサルト行きます。あ、行かない。スタンピング、ノリノリで。ノリノリストンピングですね。ノリノリストンピング。はい、ダメです。怖いですからね、ムーンサルトね、結構。そうですね、ミスターシモはね、高所恐怖症で。運動神経そんな良くないんでね。ムーンサルトは多分できないです。そうですね、ストンピングでね、勘弁してやってください。はい。あ、でもこれ聞いてますよ。やっぱり。突きは効くんです。やっぱり効いてます。聞いてます。ゆっくり倒れるかな。ゆっくりね。いいですね。今の頭突きで後ろ受け身ですからね。プロレスっぽい、プロレスっぽい。そうそうそう。実は何かを狙っている。狙ってますよ。狙ってますね、これは。お、この日二度目の下取りだ狙いです、ね。なるほど。大体ね、二度狙う必殺技っつうのはこんな感じで返されます。普通に返されましたね。パンチからの、ほんと、組みついて、強引に足を取って、これはアンクルホールド、スタンディング式。これですね。こっから、こっから行くんですよ。こっからね、これです、これです。ああ、いいですね。身動き取れないやーつ。これは逃れられない。はい。はい。俺はね、アンクルの生え方には、ものすごいこだわりあるからね。言ってました。長州ですか？いやいや、違う。金本。俺はね、アンクル。ダメだ、ボロしか出ねえ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あれ、まだちょっと尺あった。アンクルのややこしさ、この一瞬にして足をどっち向きに曲げるとか、どこに力を入れて、この原理でどっちをひねるかとか、絶対分かんないじゃないですか、普通にパッと見たら。自分そういうのにすごい惹かれたんで、アキレス腱でも何でも一緒ですけど、自分そういうのに憧れて、入り方複雑だったんで、あ、すごいなと思って、素直に最初すごいなと思うんですよね。それから使うようになって、やっぱり僕は普通に倒れた相手に入るより、入り方はこだわるというか、下から取ったり、こう回転しながら取ったり、こう裏の裏回転取ったり、もうそういう入り方、そればっかり考えてますね。うん。